はい、こんにちは。音の静かなタイヤと高速道路での快適なホイールバランスを作り出すタイヤゴム工業所、鈴木芳生です。今日は2022年3月24日木曜日になります。この春、タイヤの摩耗期を迎えている方々の、お取り替えですね、タイヤ交換の事前準備をですね、私たちね、こうさせていただく中で、3月のお取り付け、お客様が3月お取り付けをされる方々の分はですね、もうすでに終えておりましてね、今ただいまですね、4月取り付けの方々の事前準備を今進めておりました。私たちは、この工場内で、実際にお客様をお迎えして、最終的にですね、その、お車に、お取り付けしたり、そのお車に対して、整備をしたね、行く作業と、あとはそのためのね、事前準備というのがね、あります。まあ、大きく分けるとお仕事がね2つに分かれるんですけれども、この事前準備しっかりやっておくことで、まあ、お客様にね当日お時間ね無駄に使わないようにスムーズにですねお取り付けできるようにね事前準備をしっかり行っているところです。この事前準備の様子、今日はそうですね、タイヤの入荷を待っているお客様の分のアルミホイールがねこちらでね今到着してますのでね、こちら私たちが、アルミホイールの方の、清掃で、またその清掃に、清掃するということも一つあるんですけれども、それ以外にですね一番下の、黒板の下、ホワイトボードのですね一番下に書きましたけどもね、空気漏れ防止対策、空気が圧が下がらないように空気漏れ防止対策の一環としてこれやっている工程なんです。細かいところはいくつかありますけれども、今日はですねこのお客様のホイールこちらにありますのでねちょっと実際に見ていただきながら、その一つをねちょっとご覧いただきたいと思います。こちらですね、はい、ちょうど、今まだ途中のところですね。今はこのリムの端、リムタン、タン部ですね、こちらの今清掃と、ゴムのバルブ、このバルブがですね、実際に、こちらにね、こうついておりまして、こうついておりましてね、これを今取り外した、これをですね今取り外してですね、こちらの部分にもやっぱりですね、汚れ付着物、といったものがねこうついてきましてね、そちらにこちらの、リムの、一周ですね、周上にはまた、今まで使ったタイヤの、堆積物がどうしてもね、出てきてしまいます。これを、ね、今掃除をねして、今わざとねこれ残してありますけどもね、こういったものがですねどうしてもねありますので、これをね、掃除していって、今これからねまたこのさらにここを今掃除していくんですけども、今取ったままにね、ちょっと皆様に分かるようにこれを残してありますけどね、これですね、はい、こういう、細かなところもですね、しっかりこうチェックしながら、そして単にホイールをきれいにするというだけではなくてですね、この先ほどもね申し上げましたけども、ホワイトボードの一番下のところですね、空気漏れ、空気圧漏れの防止策ですね、これから新しいタイヤを、お使いいただいて数年、またね長い方はやっぱり10年、先日も11年お使いいただいた方もいらっしゃいましたけども、その間ですね、空気漏れが起きないようにタイヤとホイールがしっかり密着して、空気圧をしっかり保つ、そういうタイヤ車輪を作ることが私たちのね、使命です。こういったところもね、見逃さずにしっかりと取り組んでいますので、ぜひ、私たちですね、音の静かなタイヤ、そしてこの音の静かなタイヤを高速道路で、具合よく、バランス調整をする、高速道路で速度の変化があっても、振動が出ない、きっちりですね、バランス調整を整えて皆様に快適に乗っていただくことを、専門にね行ってますのでね、ぜひその辺にご興味関心があります方はね、お問い合わせいただきたいと思います。私たちは店舗の専用の LINE を設けておりますのでね、その LINE の方に一言メッセージを入れていただきますと大変助かります。また LINE の登録等ね、ちょっとめんどくさいなと、
思われる方はね、もう直接お電話ください。そして、お近くの方はね、直接のご来店もちろんお待ちしております。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。